どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどなたでもあっという間にこのウクレレの音楽が楽しめる、そんな動画を YouTube で公開してます。ぜひ皆さん音楽始めていきましょう。今回のテーマソングなんですけど、親子で歌いたいキッズソング同様なんですけど、この曲はね、大人が歌っても結構グッとくる素晴らしい曲、この歌です。はい、楓の木の歌。これご存知ですかね。これいないいないばーというね、あの幼児向けのあの E テレのね、 NHK E テレの、番組内でこう歌われている曲なんですけど、つんくさんが作曲なされているということなんですけど、この歌詞といいメロディーといいですね、なかなかこうキュンとくるこの感じ、ぜひこれ再現していきましょう。ちょっとレッスン始めていく前にお知らせです。これ見てください。2023年今年はですね、ガズレレ生誕10周年記念の年でございます。それを記念して5月に東京名古屋大阪でイベント開催なんですけど、東京はもうチケット完売しました。ありがとうございます。ソールアウト。名古屋大阪ただいま大好評、予約受け付けておりますんで、概要欄でぜひともチェックしてみてください。さあ、早速本日のレッスン始めていきたいと思うんですけど、今日のねこの楓の木の歌という曲は三拍子という曲でございます。リズムが三拍子というリズムなんですよ。で、いつもだとこのワンブロックに 1,2,3,4 回弾いてねって言ってるんですけど、この三拍子に関してはこのワンブロックで 1,2,3 という風になります。つまりこういう風に並んでたら 1,2,3,1,2,3 こんな風に数えてカウントして弾いていきます。はい、これちょっとキーポイントになってますね。ここだけ要注意です。そしてこの曲はですね、あのいつものこの幼児童謡向けではよくあるんですけど、ゆっくりキッズとかと本当にゆっくり楽しめるようにしてるのに特化してるんで、簡単バージョンのもうめちゃくちゃわかりやすいシンプルバージョンだけやるんですが、コードの数はですね、結構、7個登場するということなんですけど、入門コードばっかりだから安心してください。できると思います。もりもり楽しんでいきましょう。さあ皆さん、音楽始めていきましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高なんです。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいなと思ったけど、私不器用できっと無理とか、楽器に挑戦したんだけど挫折しましたみたいな方が、あっという間に本当にすぐできる簡単楽しい、ウクレレレッスンプログラムが用意されております。無料 YouTube でできますからね。はい、やってみたい方、概要欄にその URL 貼っとくんで、そこからだんだんこう動画見ながらね、レベルアップしていくようになってますんで、練習してまたここに戻ってきて、いろんな曲練習していきましょう。ガズレレではすでにね、2000曲近くのレッスン課題曲取り上げています。きっと皆さんの好きな曲取り上げていると思いますんで、皆さんのやってみたい曲名スペース、ガズレレという感じで YouTube で検索して見るといいと思いますね。練習するんだったらね、好きな曲で練習した方が上達早いですかね。楽しんで音楽やっていきましょう。さあ、そういうわけで始めていきましょう。今日のレッスン課題曲、楓の木の歌、ゆっくりと3拍子ですよ。皆さん心を込めて歌っていきましょう。やってみる。 1,2,3 せーの。でんでだん、何倍も
大きな楓の木、ずっとこうしてお話ししよう。もしも曲の歌詞とかね、大人の我々がこう奏でていてもですね、このメロディーラインとこのちょっと考えさせられる歌詞、いやーなんか公園に行って楓の木にね抱きついてみたくなる、そんな感じの素晴らしい名曲、つんくさんのメロディーがねやっぱり心つかみますよね。ぜひゆっくり楽しんで、自分も楽しんで、キッズも楽しむ、これが素晴らしいと思います。今のゆっくりバージョンだったら結構大丈夫じゃないですか。3拍子でちょっと慣れが必要かなと思うんですけど、まあ、ぜひチャレンジしていきたいなというふうに思います。一応これフルコーラスバージョンということですからね。で、今のね、ガズレレの動画ってですね、歌詞とコードが出てますから、まあ皆さん動画を見ながらですね、ゆっくり練習スタートをしていただいてですね、まず1個目のボール設定、ガズレレの簡単バージョンと一緒に弾けて歌えるようになったら、もう素晴らしいと思いますよ。できるようになった方はおめでとうございます。なんですけど、どんどん次のステップ行きましょう。だってこういうキッズソングってキッズが目の前にいるのに弾いてる方がね楽譜に釘付けではちょっとあれじゃないですか。いずれ覚えちゃってキッズと一緒にこう目を見ながらね、もうみんなでねこう空を見ながら歌いたいじゃないですかね。それがいいと思います。アンプって言うんですけど、でもいきなり覚えろって言ってもなかなか覚えられないでしょうから、まずは楽譜練習がいいと思うんですよね。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、今の演奏がですね、見てください。はい、このガズが書いてるこの手書きのノートを見ながらですね、今ガズは演奏していったんですよ。こんな感じでね、ガズが書いている手書きの、はい、楓の木の歌、三拍子の曲って書いてありますね。はい、こんな風に書いてるんですが、もうちょっとしたらこうやって大きく写してみんなもこんな風に書いてみようよということをシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しました。今日取り上げた楓の歌を含むガズが今まで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のストックの中から毎月5曲、皆さんがこの歌やりたい、この歌いいな、弾いてみたいなという曲をお選びいただいて、すぐさま楽譜がお手元にデジタルデータとしてダウンロードしていただけて、すぐ練習入ってくるよという画期的なサービスなんです。もうガズレレでは童謡もね、めちゃくちゃ取り上げてますからね。あ、そうだ、概要欄に童謡をまとめてる再生リストっていうかね、そのページを貼っとくんで、そこでも見てみてください。はい、ガズクラブぜひ活用してください。そしてこのガズクラブにはですね、楽譜のダウンロード以外にも楽しいコンテンツ盛りだくさんなんです。まずはですね、毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーが参加できる、ガズオンというですね、オンラインライブセッション大会が毎月2回行われているんですよ。課題曲を組みてみんなでワイワイ世界中で盛り上がる、これ最高な体験でございます。そしてね、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあったりとか、皆さんの演奏動画をアップロードできる Facebook の非公開ページ、そこでもいろいろねスタッフとか僕の、投稿があったりとかしてね、かなり面白いね、村まんまのオンライン上の村みたいになってますんでね、ぜひ概要欄に貼っておくんでチェックしておいてください。あとこのねガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学は今ね見ていただいている YouTube のメンバーシッププログラムというのを使ってまして、毎月590円で週に2回の、毎週2回のライブ配信による濃厚解説レッスン、みんなでチャットでリアルタイムでやりながらやってます。課題とか課題曲を決めてみんなで深掘っていくんですけど、これ大学なのでね、かなりね深いとこまでやっております。16ビートぐらいができるようになって入ってくれた方が面白いと思いますよ。こっちも概要欄に詳細貼っとくんで見といてください。そしてガズさん、毎朝7時半からラジオ配信やってます。スタンド FM というアプリでどなたでもいつでも無料で聞ける、めちゃくちゃ役に立ってものすごく楽しい、そしていい話満載のラジオ配信、ガズラジ、皆さんぜひこれも聞いてください。365日やってますよと。はい、今ご紹介したこの3つのコンテンツ概要欄に貼ってあるんで、ぜひ見てみてください。さあ、それでは楽譜を見ていきましょう。はい、
カエデの木の歌、三拍子です。今も言ったように、123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 
ますとか、注目してください。はい、一個こうパターンがつかめるとね、結構大丈夫だと思うんですけど、今こうやって写しときますね。お時間ある方、これ一時停止して、書いてみてください。で、さっき紹介させてもらったガズクラブでは、このガズレレのノート、このままがダウンロードして使っていただけるんですけど、このガズのノートの特徴、僕の、はい、ここ、点が書いてあるのの上に、これ、リズムなんですよ。僕の、せいの、何倍も、ね、大きな楓のって、これで、ね、リズムは分かるようになってます。今日3拍子なので、かなりこのガイドがね、分かりやすいかなと。あと歌詞カードには出てこない、こう伸ばすところとか、この言葉の開いてるタイミング、この感覚で掴んでいただけるような、そんなことになってます。かなり便利ですよ。はい、お時間ある方は書いていってください。まず1番、イントロと1番。OK。一時停止でね。はい、じゃあ2番です。2番は1番と同じコード進行で歌詞が変わってきます。はい、一時停止ですよ。はい、そしたらここ、最後のね、ラストのバースなんですけど、ちょっと雰囲気が変わって、ここ伸ばすと。伸ばして歌って、で、ここ最後はもう最後盛り上がる感じでいって、ここでちょっと間を空けの、この最後のね、夢の中でも終わっていくと。いい曲ですよ、これは。ゆったり、3拍子で奏でたいです。あ、出てくるコード見ていきましょう。いいですか ?C、C7、Am、A7、F、G7、Em7 とコード7個なんです。でもこの今映ってるこの7個はですね、ガズレレではね、簡単コードのグループなんでね、これ初心者の方でも、ちょっとね、コードのお勉強すると、すぐできる簡単コードです。この簡単グループはこれ。ガズレレ必須コードというグループがあるんです。これ一体何かというと、このウクレレで音楽始めたいなと思った人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のコードのグループがあります。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、安心してください。1個ずつ見たらこれ入門コードなんでめちゃくちゃ簡単。なんだけど、いっぺんに10個覚えようと思うとね、もうごちゃごちゃになっちゃうんですよ、コードの名前と指の押さえる場所が。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画を作っております。概要欄に、ガズレレ必須コードの解説動画、リンク貼っとくんで、その動画を見て楽しく覚えちゃってください。今日はコード7個ですよ。ちょっと多いかもしれない、多いかなと思うかもしれないんですけど、やってみたらわかります。めちゃくちゃ簡単なコードばっかりで、指1本で押さえられるコードも半分ぐらいありますからね。ぜひこれでゆっくりチャレンジしていってください。で、この曲3拍子なんで、ちょっと独特のね、ノリがあるんですけど、ゆっくり、まずやる。これで、クリアできると思います。最初はちょっと早く感じるかもしれませんね。なんだけど、こんなでいいですよ。せーの、僕の、せーの、何倍も。このぐらいの速さからまずスタートするのがいいと思います。慣れてきたら、今のガズがやったスピードで、ちょっと合わせてやってみて。そうやってだんだんレベルアップした方がいいと思うんで、まあ最初にですね、これ楽譜は、ガズクラブで、ゲットしていただくか、さっきの一時停止のやつを書き出していただいて、ゆっくり自分のペースでやるのが、ポイントになると思います。はい。さっきも言ったけど、いずれは覚えちゃって、キッズたちをこう巻き込みながらね、大空にこそびえ立つ、楓の木の目の前で歌ったりしたいじゃないですかね。その時に楽譜に釘付けでは、ちょっとやっぱりこういう曲をね、残念だなって感じがするんで、やっぱりちょっと覚えてですね、できると本当にいいかなと思うんですけど、まあ時間はすぐかかりますけど、楽しく音楽やる。これがキーポイントになると思います。さっきも言いましたけど、ガズレレでは童謡をめちゃくちゃ取り上げてますからね、概要欄に童謡をまとめてるページ貼っとくんで、他にもいっぱいちょっと探ってみてください。はい。さっきもご案内したんですけど、はい、ガズレレ今年2023年で生誕10周年。このイベント開催、東京はソールドアウトありがとうございます。名古屋、大阪、引き続き、チケット予約受付中です。よろしくお願いします。で、ガズレレではですね、もう他にもいろいろやってるんですけど、このね、ガズピアノというのをやってるんですよ。これ、ガズがやってるハニーさん、私の愛するハニーさんと一緒にやってるピアノ教室なんですけど、ここでね、YouTube チャンネルもこれ YouTube やってるんですけど、なんと本が出版されております。めちゃくちゃ楽しくて、これウクレレやってる方だったら、本当あっという間に鍵盤弾き語りもできるプログラムになってますからね。世界で一番簡単な鍵盤教室です。ぜひこれも YouTube と本の方もですね、これ Amazon でこんな風に調べてみてください。そしてですね、ガズレレでは、アプリがあります。ガズレシピという便利なアプリ、楽譜が見られるアプリなんですけど、このね、アプリの特徴は、スマホとかタブレットで見られるんですけど、自動スクロール機能とかメトロノーム機能を満載していて、もう曲がですね、かなりの曲数になってます。40曲のブロックが9ブロック、
みたいな感じで、だから祝さんも300曲400曲近くあって、この楽譜の特徴は簡単版だけじゃなくてかっこいいバージョンも載っているということで、かなり、ね、皆さんご支持いただいてます。そしてこれアプリダウンロード、皆さんぜひ皆スマホとかねタブレットにしていただきたいんですけど、入れるインストール自体は無料ですからね。で、中のコンテンツで有料課金もありますけれども、見やすい楽譜なんで、これはね、かなり有用だと思います。いっぱい重たい楽譜を持ち歩かなくてもね、タブレットで見れるとかすごくいいですからね。で、あとね、そのね、楽譜だけが本当の本になって登場しております。ガズレシピの本のバージョン。こっちも Amazon で販売してますね。ぜひともご覧になってください。そしていつもガズがね、使ってるこのウクレレに挟んでいる、水引き。これガズの両親が作っているね、手作りものの水引きでございます。そしてあとハニーさん手作りのこのストラップだとか帽子、T シャツとかいろんなグッズ盛りだくさん、こんな感じでね、ガズレレ公式ホームページのトップページにバナーもあったりとかするんで、ぜひね、いろんなもうグッズでね、さらにテンションも高めていったりとか、もうあっちからこっちから音楽を楽しむ要素盛りだくさんでございます。こんな感じでガズレレ盛り上がっていくぜということでございます。本日のレッスンはここまででございます。またお会いしましょう。さようなら、バイバイ、またねー。